東大志望です。東大オープン実践模試は近年の模試を踏襲した両問なので、東大本試過去問は逆算演習周辺を抑えるために使い、東大模試の近年の過去問で合格点と比較し、安定して合格点が取れる科目を低めにするというやり方でいいですか？大丈夫です。本試過去問ベースするべきですか？また河野さんは東大と過去問からどう逆算して計画を立てていましたか？まあ、東連と過去問は分析することは大事なんですけど、大事なのはその問題自身を考える、解けるようにするっていうこともまあ大事なんですけど、その考え方、東大って何て言うんだろうな、このレベルの思考過程を思考プロセスを踏ませるんだっていうのを身をもって知っておくことで、その思考プロセスの段階だから、何て言うんだろうな、まあ、司法試験と公認会計試験で言うと、司法試験って言うと、企業法っていう科目は論点がなかったらおかしいんですよ。絶対何かしらの論点があって、まあ、事例、文章が与えられてた時にどっかなんか変なところがあって、その変なところをうまくこう自分の今までの知識と組み合わせて作んなきゃいけないみたいな。だから論点がなかったら、自分で、いや、絶対自分が間違ってるって考えるんだけど、公認会計士の場合は、割と論点がなかったとしても、当てはめだけで、しっかりと条文拾っていく問題も中にはあるっていう、こう、なんて言うんだろうな。あ、ここは、これぐらいか、ちゃんと考えなきゃいけないんだとか、これぐらいの応用問題は平気で出されるんだなとか、これは深読み、こんな難しい問題、ちょっと深読みしすぎてるかもしんないなとか。そういうような、こう自分で肌感とかを学ぶっていうことはすごく大事なので、まあ、東連とか過去問からどう逆算して計画だったかというと、まあ、過去問とかは、頭の使い方を学ぶために使ってましたね。で、東連とかも、自分の弱いところ。まあ、基本的に全く同じ問題は出ないっていうか、全く同じ問題って、そんなね、奇跡が起こった場合は、まあ、当たるかもしれないけど、ほぼ出ないので、大事なのは自分の思考力